はいどうも、楽しみしい、エッセルスーパーカップスイーツの時間ですよと、はい、ちょっとねこれはどうしても食べとかなきゃいけないなっていうことで、これはどうしても食べとかなきゃいけないでしょっていうことで、おもう美味しそうですよ、もう美味しそうですよ、買ってきましたよ、明治エッセルスーパーカップこの上にかかってるこれが美味しいんだよね。ちょっと待ってね、上手に、お、これいいんじゃないの、上手に断面を見ていただきたいよ、上手に上手に切って断面を見ていただきたいもんですから、こう、冷たいね、いいんじゃないの、ちょっと、うん、あー、おいしい、この木のさじがまたいいじゃないですか、ほーら、きれいにできた、ほーら、きれいにできた、あー、危ない、こうですよ、こうなってますよ、いただきます、あ、そっか、あと半分食べればもっと見やすいか、ちょっと待ってくださいね、うん、これ美味しい、カップのアイスってあんまり買って食べないですけど、ガリガリ君とか食べるな、うん、かき氷系というか、あのシャクシャクのやつ好きね、シャーベット系というかかき氷系というか、うん、このブルーベリーは目にもいいって言いますからね、こうなってます、これが断面です、ラクトアイス、一回気になって調べたんだけど忘れたな、何だったっけなっつって、ラクトアイスとは何なんだって、うん、うん、もう完全に夏ですね、完全に夏、扇風機も大活躍ですよ、この扇風機もう2年かな、うん、もっとか、忘れちった、もうどこで買ったかも忘れちった、アマゾンだったような気がするんだけどね、アマゾン、どこだっけな、うん、ああ、明治エッセルスーパーカップブルーベリー、今日もとっても美味しかったです、ごちそうさまでした、はい、また明日。